食い火リガホグにこの新兵器フレームシューターをね合わせる形になってますね。さあまずはバーバーでテスラチェックをして、テスラがないのでボーンとぶん投げていきましょう。チェケラのムテジュンです。今回はアクティブ e スポーツのね対戦になるんですけど、今回がクイーンウォーカーズとしての新兵器、新スーパーユニットを使って OK の初めての対戦ですね。はい。まあ、両方使う対戦はね、ガクと一緒にライブで、ゴビゴの対戦をね、数戦回した動画をね、あとがライブをね、やったんですけども、クイーンウォーカーズとしては初めての対戦になります。はい。今回はね、クイーンウォーカーズだけでも4人ね、新兵器を使ったアタックが登場するので、ぜひ、クイーンウォーカーズはどういう風に新兵器を使うのとかっていうところをね、見ていっていただければなと思いつつ、こちら BO2 になってまして、2戦合計での対戦になります。まあ、1試合目のスコアと2試合目のスコアを合計して勝った方が勝ち上がるというシステムなので、1戦目だけでは勝敗が決まりません。今日中にね、1戦目と2戦目の動画ね、同じ日に上がれるように頑張りますのでね、ぜひ1試合目と2試合目トータルで見ていただけると嬉しいでございます。気づいた方もいるかもしれないですが、ちょっと右側がうるさいですね。画面右端がちょっとうるさいですね。まあ、シーンというか、まあ、クイーンウォーカーズのね、ロゴが新しくなりつつ、まあ、僕の画像も切り替わり、なんか移り変わり、いろいろ出てきます。ああ、もう髪なんかやっちゃって、あれカメラマンの指示ですからね。僕がやった指示じゃなくてね、カメラマンの指示なんでね。まあ、気になる方は右側ミュートにしてみていただいて、できればですけど。まあ、そんな感じで、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やってみましょう。ちょっと右が気になる方はね、まあでも以前のね、あれもね、なんかうるさく勝ってたような気がするんで、ああ、これとかね、カメラマンにね、ちょっと髪の毛こうやって見てとか言われて、ね、撮ったっていう、あれな人はね、ちょっと右側、画面持ちながら見てください。はい。で、今回、ガクのアタック始まってきましたね。クイヒーリガホグにこの新兵器、フレームシューターをね、合わせる形になってますね。サンジの方からもうすでに展開されております。クイヒーリガホグにこの新兵器を合わせていく形。サンジを削り取ることで、まあ、この辺イーグル方まで破壊しつつ、ディガホグのルート自体も綺麗になりそうというところですね。兵器一つで壊すには、まあ、十分すぎる仕事をしてくれるというか、まあ、突撃艦イエティでは絶対にできないですよね。そしてこのホグも熱い。トルネードを解除しつつホグを、あちゃ。ラバハウンドを外周部で処理ができるので、タウンホールを打ちながら援軍処理とかはせずに、まあ、簡単に処理ができますね。これは美味しい処理、うまい。あ、そしてサンジ側はもう気づいたらもうイーグル4のみになっているので、そこに対して、フレームシューターが投げ込んでいくと。サンジ側もね、アーチャー一体で回収をしているので、ディガホグがたとえこちらに来たとしても、まあ流れづらいような環境ができていると。で、クイヒーディガホグでのね、ちょっと、こういう感じになると、投下兵舎が使えない分、キング単体でのサイドカットになってしまうんですけど、もうすでに進んだサンジ側に対してね、キングの役割がなくなっているので、キングの使い方もちょっといろいろ考えてあげなきゃいけないのかなと思いつつ、ただディガホグのサイドカットもね、当然必要なんでね、どう考えてもこれキングの仕事量としては足りないじゃないですか。まあ、結果残ってるんで。さあ、3時フレームシューターが割れていったんですが、ここはホグライダーはすぐ消えてしまいますが、まあサイドカットとしては大きな役割を果たしてくれましたね。さあ、クイヒーの方レイジをかけて延命していきつつ、まだトームが残っているんですが、ここ巨大爆弾たくさん見えるところ、ロイヤルチャンピオンの能力を温存するようなトーム。さあ、これはフリーズはかけていくかどうだ？かけないので、ロイちゃん能力発動しつつ、ロイちゃん落ちちゃいますね。うん。さあ、クイーンの方は穴開けでさらに十字側のマルチインフェルノの方へ誘導ができております。どうだろうな。これ結構難しくてね、リガホグのフレームシューターの時のキングが結構能力余ってプラプラ歩くことがあるんでね、キングの使い方はもう少し、なんだろう。新しいテンプレか。なんかサイドカットとしてもいいんだけど、その、向かった先でこうなっちゃうからね。まあ、それはそれで強いんだけど、なんか最大限キング活かせてる感はあるかって言われるとそうではないから、なんか別のいい方法があればいいですね。まあ、とはいえサイドカット要因必要なんでね、そこにユニット割くとなるとさらにギガホグの火力も落ちちゃうので、まあ、なかなか難しいところですが。さあ、そんなこんなでユニットは減っていきましたが、手持ちにたくさん残りつつ、黒く残して終了と。ガーサス。はい、というわけで、アクティブ e スポーツ1人目は、突入ズラバルがすでに始まっておりますね。さあ、トルネードトラップに引っかかっていって、これは届かず。くる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 。お？ん？いなくなりましたね。なるほど。一旦ウィザードを消して援軍を釣っていきました。さあ、ここからのリカバリーはなかなか難しいですね。さあ、クイーンを出していって援軍を処理しつつ、これはタウンホールの方に
誘導する形になりますかね。これはきついですね、さすがに。突撃艦とね、ラバハウンド1体を使って、壊したものは対空砲のみと。大地獄ですね。さあ、アイゴレキングを投石区画に誘導していきつつ、これはクイーンでタウンホールを狙いに行きたい形になりますかね。ベジータさんでしょうか。さあ、大砲を切りつつ、ロイヤルチャンピオンもそちらへ流れていってしまう。これは大地獄、大地獄。さあ、シングルインフェルノが、ロイちゃんをターゲットしてくれそうな予感。さあ、ラッシーがここで溶けていって、ロイちゃんにシングル入りますね。さあ、インビジブルかけていきますが、タウンホールも起動。さあ、タウンは速攻で壊れて、ポイズン効果を受けませんが、これ以上伸びるかな？さあ、撃てるかな？流れていく。マルチの方に寄ってきてね、インビジブル撃てればまだ真ん中マルチ折れたんですけど、ちょっときついですね。ここからボマーがあればワンチャンありそうですかね。さあ、ここから追いラバをしていきつつ、フリーズ。おう。さあ、ラバが突っ走ってしまうので、トムを合わせられませんね。さあ、ストライカーにもトムをかけていきたいんですが、中心マルチが鬼きつい。さあ、ストライカーここで登場していきつつ、いいトム。これはいいトム。さあ、広がるバルーンにかけつつ、さあ、中心フリーズフリーズをかけていきますが、ここは赤バックとマルチインフェルノのセット、フリーズをかけますが、さすがにきついですかね。デスラモリが鬼強い。うん、ロイヤルチャンピオンご存命。さあ、イーグル4も残っていったので、これはパーセントも防げそうですかね。クロス残ったの熱かったっすね。マルチクロスが折れてればワンチャンいかれてた可能性あり。うん。ロイちゃんがね、シングル打った後にね、真ん中マルチとクロスボウ寄れるような当たり方をしてくれればワンチャンありましたかね。さあ、ただこれはいい防衛ですね。BO2 なんでね、2戦目も見越して防衛できるなら何度も何度もいいパーセントで抑えておきたいところ。ナイボア。さあ、ストダラは、中華式。唯一新兵器、新スーパーユニットの影響を受けない男。さあ、そういえばかっこいいかもしれませんが、特に変更のないというところでね。まあでも、中華式に新兵器を合わせて使ってる人も結構いたりするんでね。ジョーカーさんとかも動画に上げてたりしたんですけど、めっちゃ強いですっつって。まあ相性いいよね、新兵器とウォデン。グヒーだったりオデヒーとかはね、新兵器が時間使ってる間に、なんか待たなきゃいけないラッシュ系とは違って、同時並行で別の場所を削ることができたりするので、まあ割と、時間の使い方という意味では、まあ兼ね合いがすごく良かったり、まあ新兵器って刺さるところに使えばどの戦術においても強いんで、まあただ、こういう中華式とかの場合、タウンケアが結構厳しくなっちゃうんでね。まあその辺が、あれですかね、ウッドランチャーとかでタウンケアとかできないし、突撃艦でタウンケアもできないしってとこなので、まあ、投下兵舎型の中華式に割と近いジャンプ2枚で進んでいくような形が選ばれやすくなるのかなと思いますが、まあそれはまあもうちょっとね、アップデ後の研究が中華式勢も進んでからというところでしょうか。さあ、ウォールブレイク穴開けしたんですけど、これはああキングは流れていく。流した方がいいと思うんで、これは流していく。うん、流れてくれってことなのかな。さあ、ここでドーム。ちょっと前衛ゴーレム以外見当たらない。ペッカーはもういないですね。ネクロはこのマルチ受けてしまうしまう。ギリギリ溶けていく。さあ、イエティ出てきたんですが、ちょっとタウンホールまでの距離が遠いですね。さあ、キングはフィストで三軸角投石機を突破しつつ、さあ、ゴーレムが前衛張ってくるか、ゴレイエティでしっかりターゲット取れるか、シングルインフェルノ。ロイヤルチャンピオンは9時から登場、インビジブルを使っていきますが、ロイちゃん能力がもうない。さあ、ここでフリーズをシングルにかけて、ラストレイジをタウンホールにかけていきますが、タウンホールには誘導ができない。クロークがね、あるので、タウンホールケアはジャンプで飛んでればあったかもしれないんですが、吉川がきっちり残ってたんでね。これはクロークがあれど、星1になりそうですね。
タウン前もテスラがしっかり鎮座しているので届かなそうですね。クロークが座れてしまいそう。さあ、前回からの防衛でね、掴んだリードを一気に無に返す星1アタック。サタンホールのみを残していくような形で終了していきました。94%。ガーサス。さあ、二人目。さあ、4対2ということで、前回取られると逆転しまう、してしまうというような状況ですね。さあ、こちらの配置はトライブゲーミングとね、世界大会のね、トライブゲーミングと時にマキシから星1を取った配置になってますね。さあ、真ん中天才。さあ、真ん中天才なんですけど、これはね、真ん中天才のプラン組んでくるクランもあるんじゃねみたいな話はしてたんですけど、本当にしてくる人が現れましたね。ここタウンまでの距離遠いけどな。なかなか強気なプランニングをしてきましたね、これは。さあ、キングロイちゃんで3時4時区画を突破して、行きつつクイーン短期でタウンホールを狙うような形だと思うんですけど、インビジブルでまずは隠していきつつ、さあ援軍が登場、トルネードトラップにも引っかかりつつ、援軍は全ては連れてなさそうなんですが、これどうでしょう。タウンまではクロークでなんとか伸ばされてしまう。まあ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 というところ、結論伸びたという形でしょうかね。プランの段階でここまで伸ばすのはちょっと結構強気ですね。さあ、キングがラバハウンドを足止めしているので、なかなかクイーンの方に向かず、クイーンが HP を回復してしまいました。さあ、ラバルは2時12時からのスタート。さあ、イーグル区画をまずはフリーズで突破していきつつ、フリーズがもうすでにないですね。さあ、ボマーが残っていると、これは強そうだ。さあ、9時区画、バルーンを盾にボマーが突き進んで、これはトップ。透析機のタゲをボマで取れ、危ない危ない危ない。ただトームがありますね、なぜか。さあ、ストライカーも合わせつつトーム、これはめちゃくちゃ強いな。さあ、しっかりとストライカーでクイーンは勝利されていきつつ、大量のバルーンを残して最終シングルインフェルノと、まあラバルに対しては無力ですね。これは止まらなそうだ。強いですね。さらばは割れていきましたが、これは止まらない。一気に大逆転でございます。さあ、3人目ホッサンは中華式に新兵器を合わせるような形ということで、新兵器を使いたいがための中華式採用という形でしょうね。クエイクが入ってるのでタウンを揺らしていくような形かな。さあ、ババでまずはテスラチェックしていきつつ、ウォーデンが12時展開されてますね。さあ、普通のウォールブレーカーも1枚入りつつ、さあ、ババからのウィザードで、これは迫撃のタギを取りたかったんですが、タイミングが早かったのでウィザードの方からダメージが入ってますね。まあまあまあ、迫撃、一施設カットの目的だったならば、結論何に、変わんなかったですね。さあ、バルーンを追加で出したので、ウィザードで迫撃までカット狙ってたい模様です。さあ、ウォーデンかなりギリギリなんですが、ヒーヤー、ここはまずはトムを使わされていく。さあ、タウンホール勝手に起動してますね。さあ、ヒーラー3体というところと慣れないオデヒーからでしょうか。いきなりトムを吐かされてしまい、これは対地クロスも受けてしまう。うわー、次なる対地クロスも引き継いでしまう。さあ、ウォールブレーカーをつけていきつつ、これは通常ウォールブレーカーを出したんですが、それはなんだ、リクスケ解除なのか何なのか。援軍連れてたらやばかったですけどね。さあ、本体は3時から突き進みつつ、なんとかタウンホールの方へフレームシューターが打ち続けてくれています。援軍はまだ出てないよね。さあ、ポイズンは入ってないんですが、小物、さあ、スーパーウィザードを守ることができてない、この小物は強いな。
さあ援軍にフリーズをかけていきますが、手数が多くかかりますね。ポイズンが入ってないので、これはクロークを、ああ、もう使ってたのか。さあ、ストライカーがボコボコにユニット殴っていく。さあ、フレームシューター自体は9時で大活躍中ですね。さあ、ベビードラゴンも追加で出されていっていきますが、スーパービズ、ガーゴイル勝利することができず。さあ、ロイヤルチャンピオン6時から展開されて、施設をカットしていきますが、なかなか、さすがにこれは厳しそうですかね。ドラゴンライダーとバルーンが9時で活動しておりますが、時間は30秒ちょっと。その第一クロス強い。第一クロス強いですが、これはドラゴンライダーが突破できればめちゃくちゃ強いな。あー、マルチ。うわー、ホーミング。取るね。第一までバルーン折り切れるか、ワンチャン。さあ、なんとかロイちゃんがマルチ折り切ったので、第一クロスまではなんとか伸びそうですね。バルーン。ナイス。さあ、もうここからはユニットのパワーで押していかなきゃいけないんですが、もうここは時間切れ 94%。厳しいですね。さあ、なんとか勝つためには防衛していかなきゃいけないところ。タウンスニゴブですね。さあ、スニゴブ展開しつつ、ウォールブレーカーで穴を開けていく。確かにこれはタウンスニゴブやりやすいですね。やりやすいんですが、中心かなり詰まったところなので、今回はそれをドラゴンで打ち抜いていくぞというところ。しっかりとスニゴムのためのチェックをしていきつつ、追加で出していく。おお、溜めますね。はい。どうなんでしょう。まあまあまあ。どっちにしろ金山外にあるから戻るか。あえて殺したかったのだとすれば、まあ援軍釣らないようになるかなとも思ったんですけど、金山外周部にあるのと内側に資源系ないんで援軍釣らないですね、これは。さあ、ドラゴン系を出していって、これは結構近い位置から出してきましたね。ボーマーも展開しつつ、キングも巻き込みたいトームなのかな、これは。そんなことはなさそうだ。まだトームはかけず、ここでトーム。さあ、ただキングを入れてしまったので、援軍ラバが登場ですね。そしてクイーンの盾がいないのが、これはかなりきついのではないだろうか。さあ、ラバハウンド破裂していきつつ、フリーズ中心部。さあ、キングに対してはストライカーを出していきつつ、クイーンが当たっていきます。さあ、2枚目のレイジ、かなり下側を打ってきましたが、そこにユニットはいない。守れそうですかね、さすがにこれは。ダマになって進んでるドラゴンなんですが、全く、すまないですね。あ、熱い。どうなんだろう、これ。スーパードラゴンとかの方が良さそうな気するか。あ、スーパーオールブレーカーとスニークゴブリン使ったので、使えなかったんですね。普通のウォールブレーカーでやれば、一応ユニットは使えましたが、スーパーユニットでしたね、そういえば。なるほど。まあ、ライドラでもいい気するけど、まあ、ドラゴンの選択ですね。まあまあまあ、防衛できるに越したことはないし、パーセントもかなり抑えられますね。これがボックス陣のいいところ。これで一応、4点から6点か。こっちが6点で、これで相手が7点なのかな。やってるね。3人割って6点はちょっとやばいっすが。まあ、星1取ってるんで仕方ないですね。さあ、ウォーデンに、とどめのポイズンをかけていくことで、これは時間を終了させないんですね。もったいない。ポイズン打ったせいで、時間継続しましたね。終了時刻が伸びました。さあ、クラウス。さあ、クイヒーのドラゴンライダーに、クエク1枚。これはね、新兵器に変わるはずですね。まあ、タウン起動。ああですね。変わりましたね。さあ、ジャイからのウィザード出して、バルーンも追加で出していきつつ、迫撃砲を潰していくと。
さあ、通常オールブレーカー投げてるんですが、まあ、テスラだったり、まあ、スケルトン系の警戒かなとは思います。さあ、これで9時は兵器は綺麗に進んでくれそうですね。迫撃砲を、まあ、ギリギリかからないような形でタウンホールまで進めそうですかね。さあ、クイヒーはまだ出てこない。さあ、40秒ほど使ってきましたが、これでタウンホール起動して、ここからクイヒースタート。さあ、そうなんだよね、あれ気をつけた方がいい。ホーミングチェックからのバルーンね、投石機器が近いとヒーラーにね、投石機器のスプラッシュダメージ入っちゃうんで、それが入っちゃうとイーグル砲一発ターゲット受けたら、その時点でヒーラー全部潰れるんで気をつけた方がいいですね、本当は。さあ、援軍が出てきたんですが、そこにはしっかりガーゴリで対応、フリーズクイーンにかけていきますが、どうでしょうか。さあ、ここはストライカーも追加して相手のクイーンに少し遅らせるダメージかけますが、レイジが遅れている。さあ、ここでキング展開ですが、これは間に合わないのでクロークですね。危ない。さあ、陸防電型のキングが登場しております。さあ、タウンホールの方は兵器がしっかり潰してくれそう。ナイス。さあ、ロイヤルチャンピオンまで追加で出していって、ウォールブレーカーで3時の方までキングの抜け道を作ってくれてますね。さあ、ここでトームをかけていって、ロイヤルチャンピオンにもトームが入ってるので、これはマルチインフェルノの方まで入っていきそうですね。さあ、ラストウォールブレーカーは、これはタウンホールの部屋に繋いでいく形になるのかな。大工の小屋にウォールブレーカーつくんかな、これ。さあ、まだ出さない、まだ出さない。下からのドラゴンライダー展開、6時側展開来ましたね。さあ、イーグル砲が残ってしまった。さあ、レイジをしっかりストライカーにもかけることで、6時側ロイヤルチャンピオン突破していきつつ、ちょっとイーグル残っちゃってますね。さあ、突破兵器から出てきたドラゴンライダーもいるのですが、ここには大量の空の罠。ちょっと苦しい。どうなんでしょうね。さあ、イーグル砲をウォーデンがけなげに打ってくれていますが、心を入れ替えたようです。キングに座れていく時間も少し足りないですかね。さあ、これは 85% 終了と。あ、6まで伸びた。 6% 終了と。さあ、カイロスパイセン、ホグラッシュですね。カイロスってあれだよね、やばヤンキー投げだな、なんだっけ、ポケモンのさ、クワガタみたいなやつ、あいつカイロスだったよね。クワガタポケモン、カイロス世代なんで僕。さあ、まずは突撃艦で援軍を釣ってウィザード追加で出しましたが、さあ、アーチャーで6時、おー、アイゴレキング。さあ、ポイズンをかけていきつつ、クイーンを展開、ウィザード、ポイズン2枚ありますね。ホーグラッシュです。あ、そのウィザード強いと思ったけど、対地クロスに普通に届いてた。さあ、キングは1人で暴走していきつつ、あんまりいいヒーローパートとは言えないですね。さあ、ただキングはなんか壁を突き破っていく。キングの HP がなかなか落ちないですね。さあ、クイーンにもターゲットが入っていきますが、1だけでは足りなそうだ。さあ、インビジブル隠すことでクイーンを通路へ誘導しつつ、スケルトンを置いてますね。スケルトンでターゲットを取りつつという形でしょうか。さあ、キングはクイーンまで伸びていって、これはいいキングになりましたね。さあ、ストライカーも交えていって、これはトームをかけてくるのか。いや、大量のホグがいる。これ強いな、ホグ。うわ、いいトーム。ストライカーでトームかかりましたね。これ真ん中クイーンめちゃくちゃ強いな。いやー、めちゃくちゃ強いな。ホグがめちゃくちゃにいる。さあ、投石機は打ってはくれるんですが、フリーズで固められて仕事ができない。さあ、ここまで来ると物量がすごいですね。ロイヤルチャンピオンの盾となって、ロイちゃんの能力を温存していきつつ、クイーンまでここに加勢してくる。
さ、手の届かないところにはバルーンをちょいちょい出していって、これはホグがご存命ロイヤルチャンピオン能力もまだありますね。強っ、このホグ強いな。なるほど、うまいですね。さすがクワガタです。なんだっけあいつ、ヘラクロスみたいな、ヘラクロスだっけ、カブトムシの方。知ってる人教えてください。サラサダック、ちょっとねほぼ負け確なんですけど、 BO2 で2戦目があるのでね、絶対に前回を取って2戦目までつなげていけないといけないですね。前回を取れないとちょっと3点差がついてしまうので。さあ9時からのスタートです。さあまずはバーバーでテスラチェックをして、テスラがないのでボーンとぶん投げていきましょう。ありがたいですね、なんもないんですね。さあバルーンをアーチャーターを潰しつつ、タウンホールの方スニーゴブでやっていきますが、タウン周りはねスケルトンが多いんでね。さあここちょっと大砲潰したかったんで、ウィザード出したかったので潰していって、さあウィザードがあっちゃうーん、なかなかリックスケットの噛み合わない、ようやく打ってくれた。ガコ出さない方が良かったまでやったな、これワンチャン。ちょっと噛み合わなかったですね。で連装迫撃砲をバルーンで潰しつつ、これタウンスニゴブする上でね、連装これ結構対策されてて、しっかり小爆弾をね金庫の裏に固めておいてたので、これしっかりと1体でチェックを入れつつ、まあここまで考えてたんで、最近タウンスニゴブ用にねこういう置き方する人もいるんで、しっかり金庫に砂げで何体も出すんじゃなくて、こういう出し方しないとダメですよ皆さん。いや甘いですよ。さあゴーレムを盾に進めてようとしたら、ゴーレムクイーンもくるっと流れちゃいました、やっちゃいましたね。さあただキングはしっかり入ってくれたので、キングの方でクイーンとイーグルを潰していきつつ、さあタウンホールスニゴブインビジブかけていきつつ、ポイズンをダブルで置いてクイーンにも入るようなポイズンになりましたね。でちょっとクイーンの方で拾いたかったウィズ島とかだったんですけど、ロイヤルチャンピオン若干角度を変えつつ12時からの展開。さあドラゴンライダーパートスタートしていきます。ストライカーも出していって、ここでトーム、キングはちょっとキングでやりたかったんですけど、クイーンが中に入らなかったんでね、ヒーローパートで潰すことができず。さあここからコウモリパートスタートしていくんですけど、まあこれがねレイジを打ったつもりがね、ドラゴンライダーの方にねレイジとかをね打ってたつもりなんで、そこからコウモリ1枚現れてますね。何なんでしょうあれ。さあこのままコウモリが止まらない形を作っておいたので、しっかりコウモリたちにタンクをしていただきつつ、さあウィズ島全部潰れたので、ここは残りはコウモリでタンクをしていくだけですね。さあ待ってたレイジをバンって打ったんですけど逃げられちゃいました。さあここはフリーズも一発余りつつ、うん、まあ、新兵器とこういうタウンスニゴブ系の戦術もかなり相性がいいかなと思いました。まあ、気をつけるべきはタウンホール周りはスケルトンが多いので、そこから出てきたスケルトンでね兵器が削られちゃうことなので、スケルトン処理用の部隊は何体か必要かなというところですが、まあなんとか全開を取ることができて2戦目につながることができましたと。さあラストアタック、今11対10なので、ここでね星いくつ取られるかが今後の2試合目に響くような展開ですね。はい、さあナイスバネ。こういう風にねバネがあるんでね、確定数で投げるんじゃなくて、こういうの1体ずつチェックするべきですね。さっき大爆弾見えつつ逆サイドもありますよ、そうなると。はい、ありますと。うん、さあ分かれていってきましたが、もう大体罠は見えめくれてるんでね、これで OK と。惜しかった。もともと最初はもっとね対策きつかったんで、うん、さすがにそれやるやつおらんやろうと思ってたら、いるんですね本当にこういうことする人。そう
タウンホール壊しつつドラゴンにクローンも入った形で逆サイド2時からのドラゴンパートスタートです。さあキングでロイちゃん潰していきつつワンチャン援軍釣れないかな。さあヤクが壁を開けていったのでラバが連れていく。さあレイジレイジレイジすごいな。トリプルレイジが置かれていってクローンでバルーンを一気に増やしていくと。さあクイーンの方はドラゴンも一緒にラバハウンドと当たっていきます。さあ2時からドラゴンライダーピン刺し10時だね。10時マルチ IT にピン刺しを差し込んでいって逆サイドはロイヤルチャンピオン展開。さあ中心のドラゴンはどんどん減ってきてはいるんですがここからフリーズ4が強いな。このフリーズ4強いな。さあ中心ドラゴンはどんどん落とされていってここでクイーンも止まりましたね。このロイちゃん強いな。残り時間は1分程度。さあフリーズ2発さああるのでここはまずはロイちゃん延命していきつつブーメラン打っていって対地のスケルトンは出てこず。さあ対空砲もおられたのでクジ側をアーチャータワーのタギをドラゴンが取ってくれちゃいますね。対空砲が残ってねあの辺を打ち抜いてくれてればワンチャンぐらいですかね。さあロイちゃんウォーデン生き残ってこれは前回まで持ってかれるとなると11対13ということで、まあ初戦は2点差がついてしまいましたね。まあスタドラの星1がなくても12点というところで、まあ結論1点負け、まあどっちにしろ負けている展開を作られてしまいましたね。あー結構惜しかったなこれ。最後ほんとギリギリでしたね。はい、というわけで、ファーストゲームは11対13。なんとかパーセントは勝利ができてるんですね。これでパーセント勝ててるのか。ということなので、2戦目は、まあ、2点差以上の勝利かな。2点差以上、2点勝利ならば、パーセントで勝てるってことですよね。ああ、そうかそうか。パーセントが勝ってる状態での2点差勝利っていう感じになりますかね。まあ、2.8 って結構勝ってる気がする。14% 差かな ?2.8 だ、かけ5だから。って感じでいいのかな。合計 14% の勝利が取れてるような状況ですかね。さあいかがだったでしょうか。まあ新しい兵器のね登場によってまあいろんな戦術が出てきたわけなんですけど当然まだ慣れてない部分もたくさんあってまあ点数自体はかなり落ち込んでしまいましたが、まあガクのやつだねクイヒーディガホグにぶっ刺す形だったり僕のやつだあのタウンスニゴブ系との兵器のね相性もすごいいいので一区画削れてまあああいうねハイダメージの多いとこにポーンと投げ込んでく、ヒーローのね、サイドカットに使っていったり、まあ、シンプルに強いからね、一区画ぶっ潰すことが。今日この日ね、たくさんやったんですけど、1日に6試合ぐらいやったんですけど、結構、非常に最後はめちゃめちゃ疲れて、息切れもしたわけなんですが、まあ、タウンスニゴブ系の編成とこの新兵器での組み合わせで結構前回も取れたので、まあ、非常に強い編成なんじゃないかなと思います。ぜひね、2戦目も合わせてご視聴ください。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、おさらっ